なぜ断食をするとデトックスができるのかについてお伝えしていきます。私が断食をする一番の目的はデトックスができるからなんですね。ですから定期的に断食ファスティングを行っておりますので、いつもこう体が軽くてもう元気いっぱいで、もうここ何年も病院行ってないですね。もう風邪もひきません。例えばですね、今朝その断食明け、朝食美味しく食べたんですけれども、何を食べたかと言いますと、大根スープを食べました。もうこのお昆布だしがとってもですね、もう旨味が最高に美味しくて、もう幸せだなと感じた瞬間だったんですよね。でまたこの大根スープを飲んだ後にですね、2回ほどすっきりトイレで出たんですけれども、この時の便が黒い水便が出るんですよね。もうこれが出たら断食ダイエットデトックス大成功のサインなんです。また後ほどなぜ黒い水便なのかということをお伝えしていきますね。そしてまた動画の最後で今回の取り組んだ私ですね、断食後の私の体重を公開してまいりますので、最後までぜひお楽しみにされていてくださいね。それでは早速本題に入っていきましょう。まず全体像です。ファスティング断食7日間のプログラムです。初日2日目準備期2日間、3、4、5日目ファスティング断食3日間、6、7日目回復期2日間です。で本日私はどこにいるかと言いますと、6日目回復期の初日ですよね、回復食を食べる1日目だったわけです。なので先ほどの大根スープ美味しく食べていたわけなんですね。で今回この動画のお話のポイントは、断食をすることでデトックス効果がありますということについて今からお伝えしていきます。でまずその理由をお伝えしていきますね。理由は体内脂肪の中に溶け込んでしまっている有害物質を断食をすることで体外に出せるということなんです。で例えばここで例にとってご紹介しますね。じゃあ有害物質って何ですかということなんですが、こちら、食品についている農薬であったり、また今こう大気汚染ですね。今大分もですね、こう PM が結構飛んでて、こう空気が白いんですけれども、そういったその空気中に含まれている有害物質を吸い込んで体内に入って溜め込んでしまうですとか、あとは食品添加物ですよね。もうこれは加工されている食品にはもう必ず入っていると言ってもいいぐらい、やはりもう食品添加物普通に入ってますよね。でまた薬だったりするわけです。ですのでもうポイントは、その断食をするとこのような脂肪の中に溶け込んでしまった有害物質を体外に出せるんですよということなんです。では今回のお話のまとめです。断食ファスティングダイエットをしますと、体の中から大掃除することができます。イコールデトックスすることができるということなんですね。で先ほど冒頭でもお伝えしましたが、私黒い水便出ましたけれども、あれは胆汁の色なんですよね。このようにこう普段出せないものが外に出せるということなんです。ですから断食ダイエットは、体を大掃除することで健康的に、きれいに痩せることができる、デトックスができるということなんですね。でまたこのファスティング断食ご興味おありの方は、詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、ご登録後いつでもご相談ください。でまた、大根スープの作り方、材料であったり効能を別動画でお伝えしておりますので、こちらも詳細欄にリンク貼っておきますから、この動画をご覧なさった後ですね、ぜひこちらの動画もチェックしてみてくださいね。さあそれではいよいよここから私の体重を公開していきたいと思います。断食前はですね、体重が160センチで 43.5 キロだったんですね。で断食後開けて測ったところ、ジャスト41キロだったんです。そうなんですよね。この身長160センチで41キロっていうと、クライアントの方がですね、先生痩せすぎですって心配してくださるんですけども、確かにちょっと痩せすぎなんですね。私が断食ダイエットをする目的は、この体型健康をキープするため、デトックスするためですから、体重はそんなに落としたくないんです。
ですから断食明けはまた元の体重がキープできるようにしっかりと体に良いものを美味しく食べて戻していきたいと思っております。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはですね、腸活をお伝えすることでアラフォー女性が健康で綺麗に痩せるための情報を毎日発信しております。ですのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいて、どしどしご参加ください。私もとっても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。